おう、もう一匹来たか。今日は大量だな。これは後で掃除が大変だ。終わりや。早よ医者にかかった方がええ。命は助かるやろ。次は誰や。野良犬とはよく言ったもんだな。心配になってきたぜ。半端な腕やから切り落としたまで。あんたも心配なんやったら帰った方がいい。俺が心配しているのは、あんたを切っちまうと不合格なのかってことだ。心配すな。そん時は文句なしで合格や。ついでに二番隊隊長の席も譲ったる。二番隊隊長？俺の席や。新選組二番隊隊長、長倉新八。二番隊隊長の長倉。俺から一本取れば合格や。武器は何つこでも構わん。とにかく相手に勝てばええ。流派も武器も関係なし。それが新選組っちゅうところや。さあ、いつでもええ。かかってこい。その前に一つ確認しておきたい。何や。あんた、新選組にはもう長いのか。ああ、結成前からの付き合いや。それがどないして。つまりあんたは新選組の古参幹部、天然理心流の使い手ってわけだな。なんや、目的は新選組やのうて道場破りっちゅうことが。そんなことはない。ただ確認したかっただけだ。そうか。試験なんぞで出す気はなかったが、あんたにはこっちの構えで相手したる。これが天然理心流。覚悟はええな。ああ。せアガクラさんと渡り合ってやがる。何者だあい
ぞ。俺の天然理心流の攻撃を受けても死なん奴がおるとはな。お前ならここでも生き抜くかもしれへん。何を言ってる。合格や。